続きまして、朝倉ブルースフェスティバルですね、愛媛県の朝倉村、今はもう今治市に編入されたんですかね、はい、そこのフェスの主催者のですね、岩崎さんが今回初めて、フリースに来てくれました。ありがとうございます。京都の、金子極楽堂のね、田中君と、相当バンドですね、2人リーダーのですね、捉えたと思いますが、大きな拍手でお迎えください。
ございますということでね、おはようございます3曲やらせていただきます。はい、それでは最後の曲でございますが、さってやって終わりたいと思います、岩崎さんにね、最後当たっていただきましょう。それでは天然シーバルちょっと待ちごてんね皆さんでした。